まあ、こんにちは、吉シさん。まあ、確かにね、吉シさん、移動したりとかビジネスしながら大変ですからね、この億万長者合宿とかあんまりやってられないと思うんで、まあ、3日とかね、1週間、返事がなくなることも、まあ、しょうがないかなと思いますね。まあ、ヨシさんの、なんか、緩やかなペースでされたらいいんじゃないかなと思います。<laughs> 私はただね、こう、メッセージが来たら、返すだけ、というかね、うん。あの、他のこともやってますけども、 やっぱ僕場長女合宿って吉田さんがせっかくねあの設定してくれたものですしねもう先へ先へとかなり詰め込んでる先のあるもんですからまあ自分からね私の方から発信を鈍らしたくないなとかね私の方から待たせることがないようになその思いだけでやってますんで吉田さんから返信がなくてねこれね仕方がないと思ってますねずっとね吉田さんはほんと別に明日でいいのになとか1週間ぐらい待ってもらってもいいよとか。 それだから適当にっていうとなんかそのいい加減にみたいな意思が日本ではなんかあるみたいですけども実はメキシコのね熟成さんとやり取りしてて、うん、翻訳するといい加減って言葉は結構使うんですよ。それはどういうことかっていうとちょうど良い加減っていう意味のいい加減なんですよね。だから あのお風呂も冷たすぎてもあったかすぎてもダメでちょうど良い加減っていうのがあるらしいんですよで、えー、メキシコの方っていうのは例えば電車がね30分遅れても気にしないし3時間遅れても気にしないしまあそのうち来るでしょうみたいな感じでねそれがあのー「また明日ね」っていう挨拶によく現れてるんですよスペイン語で「アスタマニアナ」って言うんですけどね「あしマニアナ」って「アスタマニアナ」って言うと要するに「また明日ね」って意味なんですけども なっていうのをゆっくり言うとスペイン語なんですけども明日で間に合うなっていうふうなねことになるんですよ明日で間に合うなですよだからどんなことでも今日どうしてもやらないといけないことなのかな今日やらなければ生命の危機が訪れるのかなって考えたら別に明日でいいんじゃないのとそれこそ太陽が昇って日が落ちるこれを一つの区切りとしちゃったのはまあ、あのすごくね固定概念に縛られていてシャガルウルルってものを 頭に入れすぎてる日本人の良くない特徴だよっていう,うに言われてましたね。別に明日でいいじゃないと。どうせやるんだから、間に合うんだから。返事はいつか来るよ。明日間に合わないって感じだったですね。まあこれはね、八尾潤一さんも言われてたんで、今回タイトル八尾潤一にしたんですけども、あの、UFO 研究家といいますか、UFO ディレクターの八尾潤一さんが、アーシアンへのメッセージって本がねあったよっていうの前お話ししたと思うんですけども、その中でもやっぱり引用されてるんですよ。スペインの スペインじゃないあの、メキシコに行った時に、やっぱ UFO の調査とかメキシコのね、あの砂漠とかでよくされてたみたいなんですけども、電車がなかなか来ないらしいんですよ。電車が全然来なくって、もう2時間待ちとかね、ザラなんですよね。で、駅で待ってる人に、なかなか電車が来ないねって言ったら、まあこんなもんじゃないのって言ってましたよね。うん、少々いいじゃない。なんかのんびりする時間ができたじゃないとかね、言ってるんですよ。え、でもそれじゃ仕事間に合わないだろうって言うんですけども、 いや、仕事が間に合わなくても、結局仕事は終わるから。しかも、別にね、そんな日本人みたいにカチカチやんなくても大丈夫だよ。ビルは立つし、道路は引けるからさ、みたいな感じで声が、怖いわから続いてみたいなんですよ。その時に、随分いい加減な人たちだなーっていうふうに、矢尾いじんさんはメキシコの人に対して感じたらしいんですけども、そこでやっぱり思いついたらしいんですよ。いい加減な人じゃない。ちょうど良い加減なんだと。とこういうふうに人間ってのはいろんなペースで生きてるけども、何も先頭車両に合わせる必要がないというね。 釣り合っってていいいくんんだっていうことらしいんですよ自分の過ごしやすい温度に釣り合っていく考えてみたらメキシコなんてねもう炎天下で毎日暑いと暑すぎて半袖が着れなくて長袖なんですよね直射日光が当たらないようにでもメキシコに住んでる方ってのはそれに慣れちゃってるんで日本人の自分ではとても耐えられないような暑さでもまあちょうど良い加減で暮らしてるみたいなんですよね、うん、そんな感じでその土地にはその土地で順応するものがあったりとかね 明日で間に合うなっていう気持ちが大事なんだよってことを学んでそんな一件でした、まあ、ですので吉田さんねあの億万長者合宿とかそんなに最優先することじゃないと思います吉田さんの言われる通りですよこんなんもう終わってるわけですからもうね私一人がね私のねあの始めてくれたっていう感謝と感動のペースでやってるだけで吉田さんがね億万長者合宿なんかだりな 暇の時だけやろうか。それでいいと思いますんで、ぜひそういうふうにしてみてください。もう一週間だろうが一年だろうが来なくても全然大丈夫ですでね。で、吉田さんはもう忙しい身ですから、あのー、急ぐこと、一生懸命やって、移動をね、最優先して、私のことはもう一番後の後の後回しでいいようございますんでね、全然大丈夫ですから、気にしてないです。本当にお疲れ様でございます。返信ありがとうございます。じゃあ次は、一週間後くらいですかね、そのぐらいだと思っておきますんで、えー、安全運転でよろしくお願いします。